さんの方々が、私の東京爆破学商団のこのクリスマス特別演奏会においでいただきまして、今日から感謝をいたします。今日演奏いたします曲目は、すべてヨハン・セバスティアン・バッハが作曲したもので、2曲演奏させていただきますけれども、カンタータの167番、それからクリスマスオラトリオの後半4部、5部、6部と演奏させていただきます。なお、中間で、休憩を取らせていただきますので、167番と、クリスマスのオラトリオの4番が終わりましたら、10分の休憩をいただきます。今日の出演者、指揮者、クリスト、あるいは楽器のアレスの方々の紹介についてはですね、皆様のお手元にプログラムを、渡してございますので、それをご参照いただきたいと思います。なおですね、今日ですね、皆様が集まっていただいた方々にですね、アンケートを書いていただきたいということで、プログラムの間に挟んでございますので、会議際にですね、書かれたものをこの中に入れていただきたいと思います。なお、今回の演奏するにあたって、若干の手にもかかっておるものですから、会議際にですね、ことのある方々に募金を募っておりますので、またそれも頭の中に入れていただくようにですね、ご協力をいただきたいと思います。それではこれから喜ばしいことで、もうこういうことをね、もうしょっちゅうやりたいんですけどね、またできればこの来年の、6、7月にもこの協会でこういうような形でやれたらいいな、私は夢見ておりまして、その辺は大村先生がお考えいただけていると思います。また、クリスマスもね、いつもこうやって東京バッハの人たちとクリスマスオラトリオが歌えるというのは、また皆さんにも聴いていただけるというのは、非常に教会としてもこんな大きな喜びはありません。本当に私たちとしては、キリストがこの世に生まれ、本当に私たちのために十字架にかかられたこのお話については、ぜひ皆様も、今日は日本語で、演奏されますので、その中身をぜひ解くとご理解いただいて、共に、楽しんでいただければ、ありがたいと思います。この教会はいろんな音楽の催し物にも力を入れております。ここにパイプオルガンが入りまして10年になりますので、来年の春にはパイプオルガンに、10年記念の、演奏会もやろうというふうに考えておりますし、毎月に賛美歌を歌う会だとか、うちの教会のオルガン室のランチ、なんですが、コンサートもやっておりますし、ぜひお気軽にこの教会に足を踏み入れていただければ幸いです。今日はぜひゆっくりとお楽しみくださいますように、よろしくお願いします。
当はこう両方ありますのでね、それはすぐに応対になれるので、みんな合唱台を受け